はい、おはようございます。今日も一日ね、撮っていこうと思います。これね、枕ね、買い替えたんですよ。熟睡できるって噂の枕なんですけどね、今のところまだ硬いっすね。まあこれから慣れていくでしょうね。さあ、起きていこう。暑い。入りますか。このぐらい伸びた気がします。この辺もなんかちっちゃかったんですよ。はい、たらこのぐらいだったんですけど、はいはい、あって伸びました。あ、そうなんですか。わかりました。お願いします。お願いします。あ、よかったら、はい、ありがとうございます。はい、マジでうまいな。めっちゃ出たな今日も。あ、すいません。ありがとうございます。あ、間違いないです。4万4000円いただきました。はい、4万4000円めちゃめちゃ見てますね。あの、いただきました。私、あの、YouTube ですごい見させていただいて。あ、YouTube ですか。よく働くな。うちでもやってもらえるかなと思ってて。はい、お疲れ様でした。府中の方まで来てね、丸一日かかってね、草刈りやったわけですけどね、やっと終わりました。いや、めっちゃ広いところですけどね、今ね3時ちょっと過ぎなんですけどね、めっちゃ色々あることできました。ということでね、この4万4000円というお金をいただきました。いやー、めちゃめちゃ疲れたんですけどね、これで家帰ってね、ぐっすり寝ようと思いますが、ということで世田谷帰ります。お疲れ様でした。はい、おはようございます。今日ね、埼玉県の蕨市っていうところに来てるんですけど、ここでですね、もう部屋の中が物だらけで散らかっていて、おまけにね、エアコンが壊れてしまったっていうね、とんでもない状況になってるわけなんですけど、エアコンを直すのにね、まず部屋を片付けないとね、動線を確保しないといけないということで、その片付けの案件に来ました。この中でね、エアコンが使えないなんてね、ほんととんでもない話なんでね、それを今日片付けてこようと思います。いただきましょう。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。中入ります。はい、あれが壊れたよ。オッケー。確認して。はい、わかりました。はい、あ、間違いないです。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、動画で出るかもしれない。わかりました。あと良かったら見てください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。また何かあれば。何かあったら言ってください。ありがとうございます。失礼します。はい、エアコンまでのね、動線を作るね、あの片付けの仕事が終わりました。今日だけでね、10万円というお金をいただきました。もう夕方になっちゃいましたね。とりあえずもう帰ろうと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日もね、晩ご飯食っていこうと思いますわ。今日はですね、野菜炒めじゃなくてね、まあ目玉焼きとサバの塩焼きかな、あとはまあ鶏肉のもも肉やったっけな、あと納豆ご飯です。まあね、野菜はないんですけどね、でも健康的な食事を心がけてね、これからこうやっていこうかなと思います。僕のさ、今住んでる家が、あのキッチンに魚を焼く用のこのガラガラってなんか開けるところね、あるじゃないですか。あれがね、ないんですよ。だからね、この焼き魚ってどうやってやろうかなと思ったんですけど、フライパンでね、どうにかなるやろうと思ってね、焼いたんですけどね。このサバはちゃんと中まで焼けてるかな。あ、中まで焼けてるわ。中までちゃんと焼けてますわ。フライパンでもどうにかなるね、ほんまに。やっぱ青魚はいいね、ほんまに。まあそんなわけでね、8月になってしまったわけなんですけど、まあ今月もね、頑張って仕事やっていこうかなとは思ってるわけですけどね。でもやっぱりこの体の疲れというのはね、もう顕著に現れているわけですから、自分の体第一優先でね、もう今月はちょっとやっていこうかなと思いますね。休みもね、ちょっと増やそうかなと思ってるし、まああとね、もう夜の12時までには絶対寝ようかなとね、もう最近も思っていますし、食べるものっていうのもね、名前までちょっとね、適当すぎたんでね、その辺も考えていこうかなと思うし、まあ僕の家の近くにさ、ルネサンスっていうなんかスポーツジムがあるんやけど、まあそこにお金は払ってるけど全く行ってないっていう期間がね、もう2ヶ月ぐらいあったわけなんですよ。さすがにもったいないなっていうことでね、もう今月からちょっと暇な時間があったらジムに通うみたいなね、そういう生活もやっていこうかなと思ってます。とりあえず納豆食っていきます。いやー、納豆ってマジうまいな。まだ食ってないけど、うまい。まあ7月はね、売り上げが100万円超えたっていう風な感じの動画をね、あの決算アピを出したわけなんですけど、先月はちょっとね、なんか体力的にもね、なかなかなんか働きすぎたなっていう感じはね、すごいしたわけなんですよ。だからですね、休みを増やすイコールね、なんか売り上げがまあ下がるやろうなと思うんで、8月はね、もう先月みたいに売り上げ100万超えました、やったーみたいなのは多分ないとは思うわけなんですよ。そんなにね、行くわけはないと思うんですけど、だからですね、個人事業主っていうのはそこが難しいところなんですよね。ね、自分が動かんかったら、ね、収入は減っていくやろうなっていうね、そこが直結するわけですから。でもね、やっぱ先月までみたいにもう仕事が来たらね、もう空いてる日にちがあったらどんどん埋めていくみたいなね、そんな感じでやるのはね、ちょっと少しは考え直さなあかんなとは思ってるんでね、どういう感じでやるのがベストなのかね、まだわからないですけど、まあちょっと模索していこうかなと思ってます。まあ仕事というのはね、全くないっていう期間もね、やっぱもう3年ぐらい前まではあったわけなんで、その頃には絶対戻りたくないわけなんですよ。なのでですね、仕事のご依頼というのはね、もうどん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 ご連絡いただければと思うわけなんですけども、仕事依頼お待ちします。はい、ということで今回の動画は以上です。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンやっててください。それではお疲れ様でした。バーン。